これから訳してきたものを読み上げたいと思います。昨日と同じ場所に行きました。今回は昨日のインタビュアーの人の話は途中で割愛して、また時間があったとき続きをやろうと思います。今日は、1年前の、宇宙世界会議がバルセロナで開かれた時の、スペインのね、その時のインタビューで、インタビュアーのダビッドさんという人がマリナさんにインタビューしているものです。この会議にはアメリカからも来てましたね、博士とか。それでは読みます。ダビッドさん、リバー35へようこそ。6回目のエディションのこの世界会議フォーラムで、私たちはこの女の子に出会いました。まだ22歳です。名前はマリナです。あなたの経験について話してください。彼女はハイブリッドについて私たちに話すつもりです。この地球外生命体とは何でしょう。あなたのキャリアは。雨降ってきた、急に。あー、嘘、これ雨降ってきた。マリナ、私は幼い頃からすでに自分の中にそれを持っていました。他の惑星から来たような感覚、精神的な能力など。最終的にはやめたのですが、現時点では15歳で思春期を迎えた時、夢は物理学者になることでした。宇宙の存在と起源などを学びたかった。超常現象に気づき始めてから、なぜ宇宙はどのように機能するのか、物理学だけを重視するのではなく、物質性ではなく、それ以上のもの、形而上学という物質を超えて意識とは何なのか、2つの世界を1つにしようとする意識、精神、魂、物理学と科学、それが私がそこに到達した方法です。形而上学のトピックに自分自身を、トピックに自分自身を開くために、そのレベルで人種の起源のような彼らがどこから来たのか、そういう科学者になるアイデアが浮かびました。人科の自然進化ですが、地球外生命体によって人類は創造され、私は宇宙人に対して心を開き始めました。5、6歳の頃、両親に、私はこの惑星出身ではない、私の魂は改変され、母のお腹の中にテレパシーで入ったと言いました。超能力、日常生活で物をなくした人にビジョンを送ってもらい、リモートで集中し、振動周波数のエネルギーでこのオブジェクトを視覚して習得しました。ある場所の心霊映像、多くの兵士が持っているリモートビューイング、それでトレーニングしました。ダビッド、あなたの最初の経験、それはどんな感じでしたか。マリナ、宇宙人はかなり珍しいものでした。ベッドで金縛りに遭い、突然ある存在が私に手で触れていることに気づきました。私の体から引き抜かれた時、それはプレアデス星団の黒髪で青い目の男の人だと分かりました。他の人生でも接触があったので、私はこの存在に出会っていました。あ、雨降ってきて、髪がね、濡れてきた。次の髪を今出します。なんでこう雨が降るんでしょうね。私たちは関係を築き、その結果別次元に息子を作りました。その存在は物質的なものと現実的なものの間にありました。彼らは形状学的な世界に住んでいるからです。より高い振動周波数、私たちの中で実現できる次元を高め、あなたの次元に到達します。ダビッド、あなたがその行為をしたのはいつですか。マリナ、15、16歳くらいかな。ダビッド、そしてあなたには息子ができた。マリナ、そうです。しかし17歳まで彼に会わなかったです。彼らは私に次のように説明しました。形而上学的な DNA を私から削除し、そこにエネルギーを使って息子を作ったということです。ダビッド、あなたは妊娠していなかったのですね。マリナ、物理的には私は妊娠したことがありません。ダビッド、彼らはあなたの DNA を利用して、それからデザインしました。マリナ、彼らは高い次元に住んでいて、私たちはそれを非物質的であることを認識します。アストラルでは私たちは彼らのレベルに達していません。それは人間の姿をしていたと想像しますが、そして彼はあなたと行為をしました。それなら論理的にはそうではないとしても、人間の外見をしていなければ行為はできません。
拒否反応、嫌悪感があったでしょ。マリナ、レプテリアンのほとんどはプログラムに参加していました。秘密のプログラムで私はその一部でした。セラピストのアリムに関わらず対抗催眠でいろいろなサービスを受ける。ダビッド、あなたの言ったことに証拠はありますか。マリナ、プログラムについての証拠を挙げると、それは回帰によって起こります。やっている人の体験談、物的証拠、 UFO 目撃などです。私はカメラに彼らを捉えました。誘拐の時の手のマークやグレーの絵ビデオなど、グレーの雑種たちは地球に来たいと思っていますし、彼らはまさに私たちにとって変わろうとしているのです。今日はここまでしか訳していません。まだ続きがあります。これは、スペインのバルセロナで去年行われた、世界宇宙フォーラム会議フォーラムの中のインタビューで、いろいろな国からインタビュアーが来て、彼女はインタビューされていたのですが、この会議の主催者が、ダビッドさんという人がスペイン語でインタビューしたものでした。そしてそうですね、この動画は、それじゃあ私の一番最初のページのトップページの紹介のところのいろんなビデオを貼っているのですが、そこの一番最初のところにマリナさんのトピックを入れているので、その一番上のところ、一番最初のところにこの世界フォーラムのインタビューを上げておきます。そうすれば訳せるので、 YouTube の機能でいろんな言語に訳すことができるので、私が途中で放り出すかもしれないし、毎回ね、長すぎるから大したことを言ってない時には割愛して次のインタビューの方に訳すことを専念するっていうか、そういう感じなんですけど、面白ければ最後まで続けるし、で今までだからアルゼンチンの方のインタビューと、それから、オーストラリア、それから今ちょっとスペインの方に移動しています。その後多分ね、イリアナさん、カナダのイリアナさんとか、あとはアメリカのカリフォルニアのペニーさんのインタビューもあるので、あとはマドリードのインタビューの方のもあるので、それを順序立ててやっていこうと思います。彼女は子供が今7人いるってことなんですけれども、別世界に、で時々アストラル界で会ってるってことなんですね。そういうこともいろいろなところで話していたし、あとはその子供については彼女のみならず、いろいろな方がそういう目に遭ってると思います。知らない間に拉致されて DNA を取られて、で昔はね、実際に妊娠させられていたらしいんですけど、現在ではもっと進歩しているので、テクノロジーが進歩しているので、DNA を取られて、そこから掛け合わされて作られるってことですよ。ですから実際的にその女性が妊娠するっていう時代は終わって、今、試験管ベビーみたいな感じ、デザインベビーみたいな感じ、それで記憶がね、マリナさんのように記憶がある人もいればない人もいるので、実際的にはどれだけの数の女性がそういう目に遭っているか分かりません。多分彼女と同じような状況にあった人、例えば UFO を見たとか、夜寝ている時に金縛りにあったとか、それから宇宙人を見たとか、あとはその後記憶がないとか、あとは手とか足に何かマークがあったとか、跡があったとか、あとは対抗睡眠によって、催眠によって思い出すっていう人もいれば、知らないでね生活している人もいると思います。ですから対抗催眠やってみる価値はあるかもしれませんし、そういうのが嫌だったらかかりにくい人もいるっていうので、興味はないとかね、あとはかけてもかからない人もいるらしい。それは人それぞれなので。雨が降ってきた。というわけで
知らないうちに妊娠させられていたっていう昔の話とは違って、今では後から連絡が来て、1年ぐらい経ってからこれがあなたの子供ですって見せられたりするらしいですよ。で、彼女はとても拒否していたっていうか、嫌だって言ってましたね。そういえば何かシリウスさんって、あ、シリウスさんじゃない、シリウスのなんか日本人でアメリカに住んでる人、カルマさん、カルマさんが同じようなこと言っていたので、あ、これかなと思って。カルマさんはシリウス星に子供がいるとか言ってましたね。14人いるって言ってましたね。そういうのをね、最初聞いた時に何の話をしているのかと思ったものですが、これのことを言ってたっていうのは今分かった。だからあるんですね。で、まあまあ彼女の動画とか見てると、本当に瞑想とかしてる時現れてるから、外で瞑想とかしてる時の動画とか見ると、本当に UFO 飛んでますよね。音もするし、 UFO が飛んでる時音もするとかあるから、それは本当に信じられる話だと思います。途中で切れちゃうかもしれないから、そろそろやめるんだけどね。まあまあ、続きはまたやりたいと思います。ちょっとショッキングな話ですよね、それ。知らない間に子供がいるとかさ。あ、そういう話が好きな人も世にはいるから、世の中にはそういう話が好きな人もいると思いますけど、嫌だと思う人もいると思う。 50% ぐらいかな。というわけで、まあ私は今音楽とかやる時間がなくなっちゃって、そういう動画を見たり訳したりしてるから、でも今かなと思うからやってるんですね。今日なんかコンサートあるけど行かないし、なぜならこの役の続きやろうかなと思ってるから、体調崩したくないし、コンサートに行くとね、そのギターの人のコンサートって今日パリであるんだけど、そうですね、ディナーショーみたいな感じで、で、そのグルジア料理、グルジアってだからジョージアですね、グルジア料理だから絶対これはもう知ってるんですね、私グルジア料理って。何回もレストランとか行ってメニューいろいろ試してるから、あ、これ肉食じゃないっていうか、肉か魚選べると思うけど、今私お試しでずっとここのところ、そうですね、豆腐とか豆とか、あと乳製品とかチーズとかバター類までは OK の、そういう食生活してるから、ちょっとこれは守り抜こうと思って。で、まあコンサートに行って帰ってくると疲れるから、多分訳せなくなるし、私追っかけしてるんだけど追っかけできなくなっちゃった。でもまあ音楽というものは続くものだし、一生かけてやるものだし、私はギターなんかいつでもできると思っているから、習うのもね、だから別に急いでないし、なんかすごい熱狂的なファンで、追っかけというと数字を追っかけてなきゃ気が済まない人もいるかもしれないけど、私はまあ一生かけて音楽をやろうと思っているので、別にそういうコンサートもね、行かれなくなってもしょうがないかなぐらいに考えて、まあファンがいたとして、スポーツとかファンが迷惑かけるパターンもあるからね、あまりにもなんか常連になっちゃって、テニスとかねありましたね。なんか私がパリのベルシーのテニスの大会にジョコビッチ見に行った時、ちょうど錦織選手が
なんか怪我して、私がちょうど入った時、そこの席に着いた時、まあテレビ局の人の後ろの席だったんだけど、錦織選手が怪我して、トレーナーが出てきてマッサージしてる最中だったんですね。その会場で、その場で、すごい。彼はとても体調を崩していて、その頃何か騒がれていて、彼女ができたということでファンに思わされたり、ネットで中傷されたりしてる時期で、とても成績が悪くなっちゃったんですね。で、今では、アメリカで分からないように見せないように結婚してると思うけど、その人といろいろ叩かれて、どうなったか知らないけど、成績がどんどん落ちてって、今どうなったのかちょっと分かりません。ただ私ジョコビッチのファンだからさ、ジョコビッチ勝てば応援してるし、勝てば応援する、あ、そうじゃなくて勝つように応援してるし、それのことは知ってるけど、錦織さんのことはちょっと情報分かりませんという感じで、あまりファンだからって追いますのって、ファンがね掲示板に書き込んで、まあ彼女の悪口っていうか、彼女の過去のことを書き立てるとかしてましたね。もともとあのジャニーズの何かマンションに訪ねていって夜過ごす、そういう仕事していた彼女だっていうふうに言ってましたね。だからあのタレントとかやってて、それでそういうのをやめさせたらしい錦織さんが、彼女がそういういろいろなジャニーズとかのそういう性処理係させられていたのをやめさせるために、まあ、アメリカに連れてって結婚させたっていうか、まあ、そんな感じ、まあ、いろいろありましたけど、いや、ファンがすごい追い回していじめて、彼女をいじめて、結局発表しないままっていうか、どこのテニスの選手でも世界中奥さんを連れて会場に行ってみんなでワイワイやってるんだけど、彼女だけは引っ込んでるっていうか、見せない、姿を見せないように。なぜなら日本では有名選手に彼女ができるとファンが怒るからっていうことで、ファンが怒ってしまうとお客様なので、あの、まあ、お客様は神様だからっていう精神で、だからまあ世界中で彼だけが彼女を見せることもなく、まあ、パリのウィンブルドンじゃないよ、それ違う、ウィンブルドンはロンドン、イギリスですね、まあ、どこに行っても隠れてついて回ってたって感じだったそうです。お披露目はなかったっていうか、そんな感じで、ちょっと悲しい日本ですね。あ、言い忘れたけど、あのスケートのフィギュアスケートのあの人も今大変なことになってますね。焼き餅を焼くからじゃない、その人に対して、 女の人に対して、自分がその立場じゃなくなってしまったっていうか、自分がこう思い描いていたファンタジーが潰されて、今では自分がもしかしたらと思ってる人がなれなかったから、立場がね、その彼女の立場になれないから怒ってるんだと思うけど、それって病気ですよ。あとは、まあ、私フィギュアスケートあんまり好きじゃないから、あのアイスダンスが好きなの、2人で踊ってるやつ、フランス応援してます。そしてフランスの選手とかこうカップルでやってたりすると、あ、なんかすごい素敵って思って、カップルを応援するみたいな。ですから焼き餅とかはないし、そういう気持ちはないし、わかりません、その焼き餅焼くファンの意識っていうか精神がわかりません。アイスダンスってさ、カップルでやってる場合が多いからとても素敵なんですよ、恋人同士が踊ってて。だから応援するし、私は好きな選手が結婚したりすると応援するし、例えばナジア・コマネチが体操選手と結婚、チャンピオンのね、ジョン・コナーさんと結婚した時も応援してたし、別にさ、ジョン・コナーのさファンがナディアに対して怒るっていう、そんなものも一かけらもないっていうか。ですから日本の今そういう精神を持つ病気の人たちが多いっていう国に
もう認定されてしまいましたね、これで。幼いっていうの、幼稚っていうの、だからちょっと直してほしい。そういうね、精神的なところをこれから、まあ、直していくべきだと思いますけど。それではこれを終わりにします。ではでは。